高齢者施設の中庭にまかれる大量の土。買い物代行で買ってきた家庭菜園用の土をお野菜とかが植えれるような場所に作り変えてきます。18年間手つかずだった庭は、わずか30分で代行業者の手によって畑に大変身。おお、ありがとうございます。完成した畑に依頼した男性も満足な様子です。コロナ禍で出勤する職員を減らしたため、庭の手入れを代行業者に依頼したといいます。お問い合わせに関して言えば、コロナ前に比べても20倍を超えてまして、コロナに紐づいて増えてる案件ですよね。東京・青梅市の和菓子店も意外な代行をスタート。バナナ、納豆、はい。注文を受けたのは和菓子ではなくバナナ。はい、はい、絹と木綿で、絹でよろしいんですね。ありがとうございます。実は今お買い物代行のお電話が今注文入りましたので、今月から買い物代行サービスを始めたのです。車に乗り込むと買い物へ飛び出す店主。先ほどのメモを片手にスーパーと薬局をはしご、依頼者のもとへ向かいます。いつもすみません。はい、ありがとうございます。商品の代金と共に出したのは、これ300円のお買い物のね、はい、お金で。わずか300円の代行料金、そこには訳が。青梅市では市内在住の高齢者などを対象に、4000円かかる買い物代行利用料のうち3700円を負担する取り組みを今月から始めたのです。市内17の業者が協力して行っています。外出の機会を減らして感染のリスクを下げるということが狙いとなります。東京に次ぐ感染者数の大阪府でも、買い物代行サービスの新たな取り組みが。東大阪市が今月から始めたのは、スマホアプリを使った買い物代行サービス。このサービスを使えば、何度でも1000円分のクーポンが発行され、配送料や手数料に充てることができます。売上に影響を受けておられる市内の商業者の方と、外出を控えておられる市民の方に対しまして、買い物環境の向上を図りたいと思いまして。全国の自治体では初の試みだということです。